こんにちは、ポップグランピーのコイドです。今日の動画では、えー、とオーダーペイントの東京バイクのオーダーペイントのお色紹介に大分をしていきます、えーと。こちらの東京バイクものともう一台レジェがあるので、そちらの、えー、と色味の紹介ですねをしていきます。で、えーと、まず最初にちょっとポップグランピーのオーダーペイントの4パターンあるので、そちらのちょっと紹介からしていこうかなと思います。 えとまずオーダーペイント4種類ありまして1つ目ウエットトペイントです、えー、と色の豊富さが特徴で微妙な色の違いでこうより自分らしく塗れちゃうという感じで、まあ、これはちょっと一例なんですけどこんな感じでこう細かい違いを細かい違いの中から自分の好きな色を選べるという感じで、まあ、あの繊細な塗り分けとかもできちゃうような塗装になります。で えとウェットペイントは新車ジだと2万2,000円が艶仕上げですねマットだと2万6,400円になります、はい、そして2つ目が標準カラーにマット加工すするというのがあります、えー、と東京バイクの大人車はモデルによって、えー、と変則付きモデルは元からマット仕上げで変則のないシングルモデルは、えー、と艶仕上げグロス仕上げの艶艶の感じになっています なので、まあグロス仕上げもっと,とっても素敵なんですけど、より柔らかい雰囲気に仕上げたいなという方には結構人気です。えっ、ー、と標準カラーの色はそのままでプラスこうマットが上からかかるような感じですね。えっ、ー、と一万一千円でできます。で、えっ、ー、とマット加工がまあオーダーペイントと同じ扱いになるので、お時間は一ヶ月から一ヶ月半ぐらいいただきます。はい。 そして3つ目パウダーペイントですね。これもよく紹介している。えっ、ー、と頑丈さが特徴の塗料です。色はこんな感じで12色の中から選んでいただくようになるんですけど、まあこんな感じの落ち着いたカラー、元気なカラー、それぞれ揃っています。私もええー、と最近リペイントして67年乗った。東京バイクを。 やっぱり結構アクティブに使うことが多かったりまあ駐輪所のガシャガシャした感じのところに入れると傷がついちゃったりするので、まあ、それも気になっていたのであのリペイントする時には絶対パウダーペイントにしようって決めていて、えー、と先日先日というかまあ今年ですねピ、えー、ジョンに塗り替えましたあのお店にあるので是非よかったら見てみてください はい、こんな感じで、で、パウダーペイントはなんと1万円でできちゃうので。大変お得です。あの。一万円プラスで、まあ、好きな色があれば、好きな色になるし。プラス、こう、傷に強いっていう感じなので。本当におすすめです。はい、で、最後四つ目がローカラーです。えっ、ー、と、ローカラーは。えっ、ー、と、まあ、もともとある塗装をすべてはいで、金属のこう、素地。が出てくるような感じで、素地のところに。えっ、ー、と、クリア塗膜を。 施すという感じで、これはあのペインターがすごくすごくあの大変みたいなんですけど、大変だからこそすごい。かっこよく仕上がるような。そんなローカラーです。ちょっと今手元手元っていうか近くにないんですけど、えっ、ー、と過去の動画でスポーツ qs とかターンのアンプ f1 とかでえっ、ー、と動画出しているので、よかったらぜひ見てみてください。あのー 中のこの辺のこう焼き跡が見て取れたりとかちょっとずつこう中で錆が進行していく様子だったりも見て取れたりしてめちゃくちゃゃくかっこいいですで、えー、とローカラーは新車でもリペイントでもともに5万5,000円なので、まあ、リペイントの方にも結構おすすめです。はい、こんな感じで,すで 今日は、えっと、そんな中で2台を紹介していきます。まずは、えー、とこちらですね、東京バイクものです。で、こちらはウェットペイントから選んでいただきました。お色はですね、あの、ボルドーっぽい感じ、ボルドーっぽいというか、ちょっと漆っぽい感じのお色がいいなということで、この辺の赤系からこう、一緒にいろいろ。 どんな色がいいですかねと相談ししながら決まりまりたで。その中から、えー、とですね。こちらのあ全然見えてなかったですねこちらのお色に決まりましたで、えー、と仕上げはグロス仕上げになっていてこんな感じですあのワインレッドワインレッドっていう名前なんですけど結構深みのあるけど多分外に出て光の下で見るともうちょっとこう明るさが出たりと。 なんか暗いとこでは暗く見えたり明るいとこで明るく見えたりそんな色の雰囲気の違いとかも楽しめるかなと思います結構落ち着いた色だけど色もあってなんかあのこれからの秋冬の服装にもすごく合いそうですまあこの方はあの東京バイク2台持ちの2台目なので1台目の色とのコントラストも楽しんで選んでいただけたかなと思いますはい こんな感じでした。じゃあ続いてレジェ2台目紹介していきます。はい、2台目こちら東京バイクレジェです。はい、とっても分かりにくいかなと思うんですけど、こちらのお色はえっ、ー、とレジェの標準からアイボリーにマット加工をしています。なので、えっ、ー、とちょっと柔らかい雰囲気動画だと見にくいかなと思うんですが、えっ、ー、とそんな雰囲気になっています。ちょっとグロスと。 マットを並べてみるとイメージ的にはこんな感じでしてこれが東京バイクの標準のマットアイボリーなんですけどもうちょっと,、えー、とマット加工するとマットが強いのでこうよりなんだろうなマットな雰囲気これがセミマットでもう一本こうマットが強くなるようなイメージでグロス仕上げだとこんな感じですなのでまあ好きな雰囲気に、えー、と近づけるように柔らかい雰囲気がお好きな方には。 こんな感じのマット加工おすすめです。で、こちらはえっ、ー、とマット加工のアイボリーにポップグランビーオリジナルタイヤのグレーのタイヤを履いています。結構アイボリーとグレーのタイヤの組み合わせ私もすごく好きで、あのこんな感じになります。これは結構おすすめの組み合わせです。 はい、ということで、まあ、こんな感じであのオーダーペイントとかあとカスタムがちょっといろいろあるお客さんとかは私もこうどんな風に仕上がるかなと一緒に想像するのがすごく楽しみなので是非色を見てみたいなという方とか是非一緒に悩みながら相談しながら考えていければいいなと思います。はい、お気軽にごご相談くださいいでではは今日の動画はこんな感じで終わりりまますありがとうございました